時計座イオタ星は時計座の方角に約56光年の位置にあるソーラーアナログである。スペクトルが高い8ボルトの紅白色の主系列星である。半径と質量は太陽より大きく、高度も50%大きい。1998年時計座イオタ星の周囲を公転する太陽系外惑星が一つ発見された。 惑星の軌道が地球の軌道と比較的近いため、時計座イオタ星はアメリカ航空宇宙局のテレストリアルプラネットファインダーの候補天体リストの69番目にランクされていた。2000年、恒星の周囲に原子惑星系円盤が発見されたが、後にアーチファクトであったことが確認された。時計座イオタ星は時計座というマイナーな星座の中にあり、 また暗いため、固有名が付けられなかった。星座の中で、時計座イオタ星は、時計座ミュウ星と時計座アル星の金棒に位置する。時計座の中の時計座イオタ星の位置、文献分析により、約62.5億年前にヒアデス星団を構成する構成と同時に形成され、徐々に漂流して百三十光年も離れた今の位置に、落ち着いたと考えられている。また、 現在の恒星の中の金属量は、形成の時の分子雲に由来し、惑星を形成する物質を飲み込んだものではないと考えられている。現在の位置で、時計座用多星から最も近い恒星は黄色、準巨星のエリダヌスザ海星で、約7光年の距離にある。最も近い惑星系は、紅白色の主系列星の HD1647。 大々色準拠星のレチクルザ・イプシロン星で、それぞれ、約9光年、約16光年の位置にある。時計材用タ星に近い他の恒星系には、オウザ・乳星やレチクルザ・ゼータ星がある。1998年の時点で、時計材用タ星には、木星程度の大きさの太陽系外惑星が一つ、存在することがわかっている。1992年11月から始まった。 太陽と類似の40の惑星の長期間に及ぶ観測から発見され、時計材用多生 B と名付けられた。2000年10月の観測で、恒星から65光年の距離に太陽系のエッジワースカイパーベルトのような原子惑星系円盤が発見された。しかし、その後の観測でアーチファクトであったことが明らかとなり、発見は取り下げられた。安定解析法により、 ラグランジュ点にある地球程度の大きさの惑星は長期間にわたって安定に存在することが分かった。視線速度曲線の乗与に基づいて軌道周期600日程度の大きな軌道離心率の惑星が提案されたがまだ確認されていない。ありがとうございます。